一世のでバンマンザイ義手です。はい、ということでですね、はい、今日は森本ルナが珍しく素晴らしい企画を持ってまいりました。ありがとうございます。はい、ということでですね、これ今日企画っていう企画じゃないんですけど、まあ、シンプルに坊ちゃんと戯れよう。いつから会ってない？いや、最後に来たのがあれじゃないか、ルナの家にさ、なんか呼び出しみたいな、あれか、検証のやつか。そうそうそう、あれも久々だったもんね。だった気がする。まあ、というのでね、ルナがね、かなり犬をね、内向的に育て上げてしまってるために僕ら会えないんですよ。はい、はい、なんですけど、まあ今日はね、潮風公園というところに来まして、まあ坊ちゃんと久しぶりに散歩をしながら、うん、まあなんかね、動画撮れたらなと思って、はい、まあ今日は朝からここに来てます。最高やな、坊ちゃん。平和だよね。てかさ、こんなおとなしかったっけ？おとなしくなった。なんかルナみたいになってない？でもめっちゃ性格そう、ね、しかもなんか言われるのがずる賢いの、うん、めっちゃ似てるって言われる。何にも興味ない顔してるもん。呼んでみて、坊ちゃん、坊ちゃん。カメラマンとかや。坊ちゃん、坊ちゃん、坊ちゃん、行こう。これ飲み会のルナ、人の後ろに隠れて。隠れてねえよ。坊ちゃん、行くで。坊ちゃん、坊ちゃん。もうずっと今日平和な動画だよね。いや、これ最高でしょ。マジ、犬ってなんでこんな癒されるんだろうね。俺最近さ、あれ見てんのよ、あの赤ちゃんと柴犬とゴールデンレトリバーのチャンネルがあって、で、ゴールデンとかがさ、生まれたての赤ちゃんをさ、なんか面倒みたいなのすんの。なんかもうそういうの見て癒されてるから、今日はこの子で癒されたいと思います。てか、持ったら一人想定だったんだけど、ワンちゃんとか。ここマジ人いないよね。今貸し切りすぎてやばくない？やばい。もうちょっと外れ行ったらあれなのかな。でもここ結構穴場スポットじゃない？ね、こんな誰もおらんかったらめっちゃいいやん。夜とかも人いないイメージだから。あ、そうなの。うん、今日アナは家にいます。めっちゃ泣いてたらしい。泣いてた。あ、1時間ぐらいこれそんな感じでいい？死ぬよ。こいつ運動してないから太りすぎだわ。コンビニ寄ったんでちょっと買っちゃいました。そういうこと。なんか袋でさ、さつまいもとか言ったからさ、リスクのさつまいも食べるんだもん。俺は嫌いです。保存料、着色料、酸化防止剤、無添加。そういうことで。ぽいちゃん待ってわ。ぽいちゃん待ってですね。え、こいつやば、見えてない。え、どこで待って、お座りしてるの？お前でもお菓子気づいてない。ぽいちゃん待って、待ってお座り。ぼちゃん待ってわ。お座り。いや、こいつお座りできないっけ。こいつお座り。待って待って、アホ犬や。じゃあ、リグ貸し。こいつ、リグ貸し。アホ犬や。ぼちゃん、行くで。行くで、こっちこっちこっち。ぼちゃん、こっちこっち。ぼちゃん、ぼちゃん。待ってよ。待ってわ。いや、今日お座り覚えさせてよ。こいつもう何歳だよ。待って、待ってわ。待って。待ってよ。お座りできる。待ってわ。できるから。久々見た。ちょっと待って、おかわりな。インスタイルすぎるだろ。ちょっと待って、できない、本当にできない。待てよ、待てよ、待て。おかわりよ、おかわり、待てよ。ちょっと俺にもやらせて。いや、一回待って、待て。負けず嫌い出てるやん、飼い主が。待て。なんもできてない。パパが嫌いなのかね。いや、言い訳。本当に、キレできるんだから。待てよ、待てよ、待て。待てよ。私も分かってないよ。ほんまにできるんです。え、マジでできるの。じゃあ、できてないのと一緒だよね、これ。できるねって。これ固くね、な、一生食べるやつじゃん。スナッツ、いらんか、飲ませてちゃう。こいつ腹立つわ、この上で。に生きてんのこの子。守る。守る。お菓子を自分の陣地に置いて守る。いいっすよ。え、待って、坊ちゃん何歳？今ね、4。4歳か。
でもいいね、なんかおやつに執着ないよね。ねぼちゃんのくせにあんなおやつ見せたら喜んでた。やばくないこの子。なんでできないんだろう。あ、芝居の嫌いって書いてるわ。なんか書いてるわけねえだろ。ぼちゃんこれ甘すぎちゃうな。どう食べる。まあまあちょっと運動してからにしよう。このデッキ剣だから。今日痩せさせる。痩せさせよう。いやめっちゃ走ってる。マジ足遅い。なんかジムないの近くに。ないわ。一回さ、これめっちゃグーンと伸びるから。マジ遅いから。ぼちゃん。ぼちゃん。お前かい。お前かい。今日アナはハン君が今いるので見ててもらってます。で帰ったらアナも一緒に動画撮ります。なんかやっぱルナみたいだね。なんで走るっていうよりはその場を知るみたいな。そんなことない。どっちが好きか選手権さ。はいよ。どっちがボーちゃん来るかやります。じゃあだろ。おかしくない？ぼーちゃん。そう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 。呼んでみそっか。絶対かぼーちゃん。ぼーちゃん行くなよ。痛がんない。ぼーちゃん。痛がんない。ぼーちゃん。ぼーちゃん。何ぞ。万々歳も系統変えていかないといけないってことよ。そういうこと。え、散歩はどんくらいの時間やってんの？いつも45分から50分。おお、結構長いね。なんかね、一周こう回るとこがあって、そこで終わる。でも体力ない。え、なさそうだもん。途中マジでずっと抱っこ。最後斜め歩き。え、これはあの習慣づけたんだけど。習慣づけた斜め歩きを。あの横でさこう歩くやんか、自分より前に行かへんみたいな、あれやってたら見るようになってこう汗でこうやるようになって。なるほどね。そう歩き方ね。普段下ネタ多めのチャンネルだから、ちょっとバンバン剤見てる人落ち着くんじゃん。いや物足りないと思うんですよ。いや坊ちゃん人懐っこすぎてさ、多分本当に誰でも育てられる。あ、そうなの。まあなんかそんな感じするよね。ルナの裏垢に乗せてる感じ、おとなしいアナじゃん。そう。何の動画？だからなんか日頃仕事とか学校で疲れた人を回復させる動画でしょ、これ。でもさ、ワンちゃん飼ったらさ、おじいちゃんおばあちゃんとかもさ、あれ伸びるって言うよね。寿命？そう。伸びるっしょ。子供と一緒だもんね。俺最近やっぱ大型犬が欲しいって思ってる。大型さ、あるリュウニーが買ってんの。うん、ゴールデン。あ、ゴールデン買ってんの。そうそうそう、買ってんだけど、ベンチやばい。でかすぎ。え、もうゾウ並みにボトンボトンボトン。絶対よね。おしっこもペットボトル500あるやん。あれの半分以上が出る。あと柵がやっぱ庭ないと家の半分取られてる。
いやーまあそれはそうよな。そうでもさ、ルナも一軒家買ったらさ、大きいワンちゃん買ってみたい。てかさ、どこに住むの今後の予定。え、それさ、もし自分の子供できてさ、今のアパートやったらさ、その落ち着かへんやった。それこそ高いとこなくてもいいじゃん。だからちょっと離れる方が。いやだよね、そんないから。なんかないのかね、育てやすい街ランキング1位世田谷じゃん。世田谷ね。ちょっと気持ちわかるもんね。車持って、おとなしくて、世田谷住むよな。でも高いやんか。しかもさ、家じゃない自分のさ、子供できて小学校がさ、渋谷とか住むやん。わかる？渋谷小学校とか。そうそうそう。で、渋谷幼稚園とかあるやん。あ、そうなの？お高い感じするしね。そう。ならもうちょっと離れて、普通の田舎行ったよ。いや、確かに。いや、俺さ、なんか赤坂の中学校か高校さ、引っ越す時に赤坂の愛犬行ってさ、うん、窓開けたらそこだったんだよ。うん、もうヤバすぎたもん。なんか育ち良すぎすぎて。ヤバいよね。なんか木登りとかしたりするやん、やっぱ子供とか。確かに。じゃあ東京住ませんの向いてないよな。だから東京住ませんの。え、だから東京離れるとか。え、じゃあ何、もう大阪帰る。うん、千葉とか埼玉、そっち方面。ああ、なるほどね。だってさ、車持ってたらさ、1時間もかからんぐらい東京来れるから。確かに。そう考えたらどうするんだろう俺とか。ずっと東京おるつもり。北海道帰らんの。いやマジ仕事次第じゃん。確かに。住みやすさを意識しすぎるとその分収入も下がるよ。下がるね。やっぱ北海道帰ったらやれること少ないしね。うん、だからみんな上京しないからね。だってぼーちゃん。ね、ここがみゆちゃんって考えたらおもろくない？千と千尋みたいな世界。高くて可愛くて賢いってだ、チワプーのイメージ。うん、あとなんだ、チワプー。あ、ポメップ。マルチーズ、マルプ。そう。まあ似てるっちゃ似てるじゃん。もうその辺王道な。え、ボーちゃんってやっぱいないんだよな。小型シワ。ここがさ、チワワ。顔？いや結構チワワじゃない。耳とか。でもさ、顔とか色味はさ、シワだよ。で、ここの長さとかシワじゃない？まあ確かに。家で2万ぐらいのプール買ったんですね、ワンちゃんのために。で、なんか全員入るかなと思って大きいの買ったら3秒で開けられて、ずっとそれが残ってる。なんかボーちゃんって良くも悪くも犬らしさないね。そう、おじいちゃんおばあちゃんが気に入るワンちゃん。確かに。一緒に寝れるから
春撮った時撮ったね。え、青春もさ、何年前？2年とかやろ。2年前。早くない？早い。やべえよ、年取って。最終だって、みえちゃんショートカットやった。あ、そうだ。なんかこの間久々おすすめに流れてきて、青春の撮ってるやつが、あれ、みゆ、こんな髪にショートだっけ？ショートだった。あの人海の中ちっぽで入ってる。え、ほんとに？え、ほんとに？ガチじゃない？何してんの、あの人。マリオカートだったらもう止まるところやん。あの人マジ？え？え？ほら、海に入ってくる、あの人。洗いに来てるとかな、自転車のタイヤを。一番汚れる旅行が出た瞬間。めっちゃ弱虫ペダルの主人公。いるんかな、ああやってさ、海にも死にに行こうとかする人。チャリではいかねえよ。これ食べよう。あーちゃん、宇宙人みたいだね、耳なくなったら。なんかマジこういう Vlog ありそうよね、カップルで。いや、あると思う。どうする？ん？ここ最近でこの動画が一番伸びたらさ、もう坊ちゃんにもギャラ払ってやるしかなくない、うん、逆にこれ伸びたら、どんだけ今までのさ、動画に不満持ってるんだよ。サムネむずいな。いろいろ可愛い部分がありすぎて難しいですよね。サムネ？ここに白文字入れる？幸せってなんだろう。いや、第2弾、うん、あ、確かに伸びそう。幸せってなんだろうな顔を一番してるもん。結構さ、こういうビル見るじゃん、人が建ててるのよくない？まあ確かにな。だってああいうさ、レインボーブリッジあるじゃん、どうやってさ、こう横に長く建てたんだろうと思う。ね、確かに。ここも海やったわけじゃん、もともとそれを土埋めたの。そうだよ、怖くない？まあその気持ちはわかるけど。マジ怖い。ねえ、坊ちゃん。どうも、坊ちゃんは。え、君さ、なんかさ、口かわいいよね。何口してるの？犬の匂いする？もうそんなだよ。うん、何動画これ、ほんとに。見て、いやいや、撫でられてる、坊ちゃん。他の YouTuber のさ、ワンちゃんとか集めたとするじゃん。イランちゃんの家のワンちゃんも、坊ちゃんと一緒くらい噛む噛んの。あ、そうなんだ、うん、この二人勝つと思う、マジで。おとなしさ。マジでおとなしい。あと興味なさすぎるかも。ね、マジ何考えてんだろう、こいつ、ね。でも、坊ちゃんの趣味があって、家に朝日が入ってくるね。そこに一人で行って、朝日をこう見るのが好きなの。で、気づいたら寝てんの、目を覚めながら。マジで坊ちゃんにも趣味あるんだ、よかった。飼い主ないからな、趣味。ね、本当に。まあ、たまにはなんかこういうさ、目的のない動画っていうのはやっぱいいのかもしんないよね。でもこれ誰かがいない時しかできないよね。3人いたらさ、ちゃんと普通の企画撮ろうってことだよ。いや、俺らが撮らなきゃ撮らなきゃちゃんとした企画って思ってるだけで、世間はそういったことを抱いてないかもしれないから。そうだよ、この動画でわかるんだよ。だってムクエナなんて公園で喋ってるじゃん、深夜に。あれを動画にできるのってさ、もうノリじゃん、心の中の。でも俺たちってそういうのもさ、してこないじゃん。うん、確かに怖いもんね。いいよね、なんか坊ちゃん、お前全然水飲んでないけど大丈夫？絵描いた顔の絵。犬らしいはしゃぎゼロだけど。確かに、ここへ走ったりもね。なあ、あのさ、人たちいるじゃん、が抱っこしてもさ、全然普通におとなしくついていっちゃいそうじゃん。いや、ついていくと思う。チョーゴ、はい、坊ちゃん抱っこできる？一回、じゃあちょっと待って、来て、こっち。あ、もう普通だもんね。飼い主が変わっても、え、マジで普通やん。誰でもいいし。ボンちゃんマジで。え、飼い主。てかボンちゃんにドッキリ仕掛けたいわ。散歩終わりに全く違う家と全く違う飼い主に育てられたら、ボンちゃんはいつ気づくのか。アナはいい、分かってんのよ自分の。うん。エレベーター降りるじゃん。自分の部屋まで分かんの。ボンちゃんだけもどこでも行く。なんでなのマジで。好きじゃないのかな。いや、そんなことはないと思う。帰る？坊ちゃん、そろそろ穴持ってるし。坊ちゃん、帰る？
今日めっちゃ笑めっちゃ笑った。帰るか。ゴちゃん帰る？ゴちゃん帰る？ハスする？ゴちゴちゃんどっち？もういい？じゃあ帰ります。はい、ということでですね、目的のない坊ちゃん散歩、これ人気だったらね、いろんな海とかいろんな公園で目的のない坊ちゃん散歩っていう企画をやろうと思うんで、はい、まあ、皆さん好評だったらコメントください。お願いします。お願いします。はい、ということでですね、本日、散歩に行きましたけどどうでした？楽しかったです。ああ、よかったですね、うん、はい、ということです本日はお台場の潮風公園ということでした。次回は豊洲のなんか海辺とか公園で撮れたらなと思います。臨海公園、あ、確かに、葛西臨海公園とかでね。それでは皆さん、さようなら。君が好き好きが止めらんない。